どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2020年2月、入りましたので、2月のね ANA の、クレジットカード入会キャンペーンについてね、解説していきたいと思います。まずね、今回紹介するクレジットカードなんですけども、1月に紹介したクレジットカードと、まあ、そこまで変わってないんですけども、ANA JCB の、ソラチカカード、ANA アメックス、ANA アメックスゴールドですね、ANA ダイナースカード、あとね、アメックスの、ビジネスカードとビジネスゴールドカード、まあ、こちらをね、まあ、今回紹介していきたいなと思うんですけども、ANA のね、カードは、基本的にマイトモプログラムっていうものがね、ありまして、私のチャンネルでもですね、かなりまあこちらね、アナウンスさせていただいてるんですけども、初めて ANA カードを作られる方は、既存のね、会員の方の、紹介番号とお名前を、ANA の公式のね、ホームページの方で申請すると、一般カードだったら500マイル、ゴールドカードだったら2000マイルっていう風にね、まあもらえますんで、これからね、ANA カード初めて作られるって方はね、まあこちらね、申請したらもらえるし、申請しなければもらえないだけなんで、取りこぼさないようにね、していただけたらなと思いますんで、もしね、ANA カードを、発行されるっていう方はね、周りに ANA のね、カードね、持ってる方はいないかどうかだけね、まあ確認していただけたらなと思います。もちろんね、まあ私から発行させていただいても、紹介させていただいてもね、もちろん、ありがたいわけなんですけども、まあそちらね、まあ冗談として、そういう感じでね、周りの ANA クレジットカードを持ってる方はね、まあいないかなっていうところだけは、まあ確実に見ていただけたらなと思います。それではね、キャンペーンの方入っていくんですけども、まず ANA JCB カードの、クレジットカードキャンペーンですね。で、JCB カードは、まあ、すべて、ANA の JCB カードはね、まあ、すべて対象なんですけども、今回はね、ソラチカカードをメインにね、紹介していきたいと思います。でね、キャンペーンの中には、今やってるキャンペーンの中でね、リボ払いと、キャッシングのね、利用すると、まあ、さらに、マイル上げますみたいにやってるんですけども、そこはね、ちょっとね、JCB のリボはね、初月から、手数料かかったりしますんで、まあ、そこら辺はカットして、お送りしております。まあ、知ってる方多いと思いますけども、昨年の、ね、9月の終わりぐらいにね、まあ、完全閉鎖となった、まあ、ソラチカラインルートっていうものがあったんですけども、まあ、その時にね、まあ、絶対必要だった、まあ、クレジットカードソラチカカードなんですけども、まあ、こちらの発行&利用ですね。でこちらのクレジットカードは、まあ、初年度ね年会費無料となっておりますので、まあ、かなりそういう点ではおすすめで、さらに、これから話すね、まあ、ルートで、まあ、利用できますんで、まあ、そういう意味でもね、まあ、ダブルでおすすめっていう感じですね。で、まず一つ目、JCB マイチェック登録で400ポイントっていうことで、この400ポイントなんですけども、この JCB のキャンペーンは、置き時ボーナスポイントっていうもので、付与されるんですよね。で、この置き時ボーナスポイントっていうものは、400ポイントがね、まあ、付与されて、まあ、公式サイトにはね、まあ、1200マイルに交換できますみたいなね、感じで書いてあるんですけども、このソラチカカードを持っていると、東京メトロポイントっていうポイントサイトがね、まあ、利用できるんですよね。で、置き時ボーナスポイントから、東京メトロポイントに交換して ANA マイルに交換すると、まあ、公式サイトは400ポイントで1200マイルって書いてあるんですけども、こちらねこのルートを組むとこの1200ポイントが1800ポイントになるんですよね。まあ、こちらねぜひ覚えておいていただきたいなと思います。ね、その差600マイルで何にも変わらないですからね。ただ単にルートを組むだけで、マイル数が変わりますので、ぜひ覚えておいてください。で、次に利用のキャンペーンですね。こちらね、エントリーが必須となっておりますので、概要欄にね、公式サイト、載せておきますので、発行された際はね、確実にエントリーはしてくださいね。で、10万円で、1500マイル。50万円で6000マイル。70万円で、17,400 マイルっていう風に、公式サイトには書いてあるんですよね。うん、先ほどと同じことですね。これ全部置き時ポイントのボーナスポイントで付与されるんですよね。まあ、先ほど言ったのと同じルートで東京メトロポイント ANA マイルっていうルートでね交換すると、公式サイトには 17,400 マイルっていう風に書いてあるんですけども、まあ、これがね
26,100マイルになるんですよね。だからこれ 17,400マイルなんですけども、公式サイトに書いてあるのはね、まあ、これを、ルートを組み替えるだけで 26,100マイルなんですよね。これでかいですよね。まあ、ぜひ、それもね覚えておいてください。でまとめるとね、JCB マイチェックで、まあ、1800マイルで、クレジットカードの、利用キャンペーン70万円で、26,100マイルで、このクレジットカード70万円利用で17,400マイルで、70万円使ってますよね。で70万円利用してるっていうので、まあ、70万円の決済分が入って、7000マイルっていう風になります。でこれ合計するとですね、34,900マイルっていう風になるんですよね。でここに、マイトモプログラムで500マイルで、ANA の、ね、クレジットカードは入会ボーナスっていうものがありますんで、さらに1000マイルが入ります。で、今ね、ANA のこのソラチカカード、まあソラチカカードじゃなくても JCB のクレジットカードだったらね、まあほとんどが対象なんですけども、ポイントサイトに案件があります。ですので、ソラチカカードね、案件今ポイントサイト、ポイントインカムでね7300円分のポイントで出ておりますんで、まあ、これを東急ルートでね、交換すると、5475マイルっていう風になりますんで、今回のこの ANA の JCB ソラチカカードのね、キャンペーンを、まあ、全部入れると、41875マイルまあもらえるっていうキャンペーンになるんですよね。いやこれすごいですよね。うん、まあしかもこのクレジットカードはね、年会費が初年度無料ですんで、だから本当に利用案件の70万以外はね、まあ一切かからないわけなんですよね。っていうのでね、おすすめとなっております。で次に ANA ダイナースクレジットカードですね。こちらね、もう一応紹介するんですけども、今月末でキャンペーン終わってしまいますんで、今から発行すると、まあ、かなりね短い期間に一気に使わなきゃいけないっていうキャンペーンになっちゃいますんで、まあもしね他のキャンペーンやり尽くして最後借り尽くしみたいな感じでね利用する分にはいいと思うんですけども、まあ、ちょっとねキャンペーンが今月中で終わるっていうことですんで、まあ、その点は注意していただきたいなと思います。ANA ダイナースクレジットカードは年会費が初年度から2万7000円かかるクレジットカードとなっております。一応ねゴールドカードの括りになっていて、審査はねかなり厳しめ、まあ、私もね普通の一般会社員やってる時もこれ審査落ちたんですよね。多分ねゴールドカードで審査落ちたのは本当に ANA ダイナースだけなんですよね。まあ、これが、まあ、ゴールドカードなのかもう一個上のプラチナカードの括りなのかっていうのはねちょっと私は分かんないんですけども、ちょっとびっくりでしたね。うん、まあそれは置いといてですね、最大マイル数、獲得マイル数が7万1000マイル。まあこれがマイトモプログラムを入れると、さらに、2000マイル、プラスされて最大7万3000マイルがね、まあ、獲得できるキャンペーンとなります。で、まずね新規発行で2000マイル。こちらは、ANA のねクレジットカードを持ってない方限定になります。で期間内に50万円で3万8000ポイント、さらに40万円で2万ポイント、90万円のね、まあ、合計90万円の決済で、この90万円の決済を入れて9000ポイント、さらにビジネスカード、家族カード発行で2000マイルっていう風になりますんで、まあ、これを合計すると7万1000マイルになるんですけども、このねビジネスカードと家族カード発行2000マイルっていうのは有料なんですよね。ですんで、まあ、ここはね、あんまりお勧めできないなっていう感じなんですよね。最初の方にもね、言った通り、まあ、今月中に、90万円のね、まあ、決済が必要となりますんで、まあ、その点だけはね、まあ、注意していただきたいなと思うんですけども、最大7万1000マイル、マイトモプログラムありで7万3000マイルですかね。まあ、かなりでかいマイル数ですよね。もしね、他のが全部なくなったって方はね、まあ狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。でも今発行するとですね、多分1週間ぐらいで90万使わなきゃいけないんで、まあ最終的にはもう Amazon ギフト券チャージとかね、まあそういう券になってしまうのかなっていう感じですね。次に、次 ANA アメックスと ANA アメックスゴールドですね。まず ANA アメックスの方なんですけども、年会費が初年度から7700円。で、ANA のね、移行手数料がちょっとこちらかかりますんで、6600円年会かかります。で、こちらのクレジットカードは最大、3万8000マイル、
マイトモプログラムありだと3万8500マイルがもらえるっていうキャンペーンですね。まず入会で1000マイル、3ヶ月以内に1万円利用で500マイル、30万円で7000マイル、70万円決済で2万2500マイル、70万円の決済分を入れて、7000マイルっていう風になります。まあこれを合計すると3万8000マイルになる、なります。ですけど、まあこちらね、あの年会費とプラスして移行手数料はね、ANA カードのくせにって言っちゃいけないかもしれないですけども、ANA カードのね、にもかかわらず、まあかかりますんで、まあその点だけは注意していただけたらなと思います。次にね、ANA アメックスゴールドですね。こちらは、年会費が3万1000円。高いですね。で、こちらは、最大で、マイトモプログラムなしで7万マイル。マイトモプログラムあれば7万2000マイルが獲得できるっていうキャンペーンになっております。で、入会で2000マイル。3ヶ月以内に10万円で、1万マイル。70万円で2万8000マイル。100万円決済で2万マイル、プラスして100万円分の決済をね入れると、まあ、さらに1万マイルっていう風な感じで、まあ、最大、7万マイルがもらえるキャンペーンとなっております。ちょっとこのままババッとね、アメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードですね、こちらを紹介していくんですけども、まあ、こちらね、まあ、ちょっとまあおまけ的な感じでね、まあ、考えていただけたらなと思います。まあ、こちらね、ANA カードではないんですよね。ですけど、まあ、入会キャンペーンとしてやってて、ANA マイルにも交換できるっていう感じですね。まずね、ビジネスカードの一般カードなんですけども、年会費は初年度無料なんですよね。で、その代わりっていうか、ANA のね、マイルに交換する場合、メンバーシップリワードっていうのにね、まあ、登録しなきゃいけないんですよね。まあ、それに入らないとね、レートが悪くなっちゃうんで、まあ、それに入ります。そうすると、手数料が3000円。で、さらに ANA のね、移行手数料で、5000円かかりますんで、年間そこだけで、まあ、8000円、まあ、年会費みたいなものがかかってしまいます。次に利用条件ですね。3ヶ月以内に20万円で7000ポイント。50万円で1万ポイント、50万円分の決済を入れて5000ポイントっていう風になります。で、これがね、合計で2万2000ポイントになりまして、まあ、2000万マイルに交換できるっていう感じですね。で、次にアメックスビジネスゴールドカードですね。こちらも初年度年会費無料となっております。3ヶ月以内に20万円で6000ポイント、50万円で1万2000ポイント、200万円で3万ポイントっていうことで、こちら200万円分の決済を入れて合計6万8000ポイント。まあ6万8000マイルになるっていう感じなんですよね。で、ちょっとね、これ気をつけていただきたいのが、まず200万円の決済っていう時点で、まあかなり厳しいですよね。まあしかも3ヶ月以内ってことですんで、まあ普通に単純に計算して、まあ一月かなり使わなきゃいけないんですよね。まあその点を気をつけていただきたいのと、アメックスビジネスゴールド、まあアメックスのビジネス系のカードはですね、交換条件っていうのがあるんですよね。うん。で、年間4万ポイントまでしか交換できないので、今回ね、これで6万8000マイルがゲットできるんですけども、1年間で4万ポイントしか交換できないんですよ。っていうことなんで、これ2年またぐ必要があるんですよね。まあ、そうすると、まあ、初年度は年会費無料なんですけども、2年目以降はね、年会費3万1000かかってきてしまいますんで、まあ、そういう意味ではね、ちょっと厳しいかなっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回はね、2020年2月の、ANA の、クレジットカードですね。まあ、ANA が、まあ、貯まるクレジットカードキャンペーンですね。まあ、今回紹介させていただきましたけども、ANA アメックスカードと ANA アメックスゴールドカードで、アメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードね、今回アメックスのカードを4枚紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね、この動画内で紹介しているマイル数は、まあ、全て紹介、まあ、アメックスっていうクレジットカードは、まあ、基本的に紹介制度を設けてまして、まあ、それのね、紹介で入会した場合のマイル数になりますんで、もしね、このクレジットカード発行されるっていう際はね、まあ、確実に、まあ、近くでね、このカードを、そのカードをね、持ってる方を探すっていう必要があります。まあ、確実にね、紹介で入会するようにしてくださいね。アメックスのクレジットカードは、
紹介で入会した方が確実にお得なんですよね。年会費初年度が無料になったりとかね、そういうするのも、まあ、基本的には紹介で入会しないとそういう特典というのはね、もらえないっていうのがね、結構アメックスあるんですよね。でこのねアメックスのキャンペーンの、特典っていうのは結構ね変わるんですよね。うん、まあこれ予告なしに急に変わっちゃったりするんで、もしね発行される際はですね、紹介していただく人にですねいくら分のポイントがちゃんもらえるかっていうのはね、いくら分のマイルがもらえるか、いくら分使っていくら分みたいなのがね、まあ、ちゃんと分かってから発行するようにしてくださいね。まあこれね、せっかく発行して、まあ、本当に50万とか100万とか200万とか使うようなねキャンペーンですので、取りこぼしするとね本当にもったいないので、まあ、そういう意味では特典っていうのはね確実にチェックしてからね発掘するようにしてくださいね。結構コロコロ、まあ、結構でもないですけどもちょこちょこ変わったりしますんで、まあ、それがね発行されるタイミングだとね結構もったいなかったりしますんで、まあ、その点だけは注意していただきたいなと思います。でまあ最終的に今回紹介させていただいた、クレジットカードのキャンペーンでどれが一番おすすめですかって聞かれると、正直、ソラチカカードですね、一番最初に紹介した、やはり年会費がかからない初年度だけですけども年会費がかからない、まあこれでかいですよね。だから本当にクレジットカードを発行して70万円使うだけで、まあまあ、70万円はまあ使わなきゃいけないんですけども、それ以外のお金ってこのソラチカカードのキャンペーンかからないんで、まあそういう意味ではまあポイントサイトを経由してねソラチカカード発行して70万円利用した方がまあいいんじゃないかなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。